鶏飯を作る理由っていうのは分かるんですか？今まで唐揚げとかどうしてもご飯が欲しいっていうお客さんがいるんで、それで鶏飯をしました。なるほど、がっつり食べたい方には。はい、前回なかった、あ、だし巻き卵、はい、はい、どうですか最近調子は。最近調子はいいですよやっぱり時間帯とかあるんですか。昼はやっぱり多いですね。ですか。この美山公園のこの道の駅っていうのは何回目ぐらいなんですか。今日は 3回目です。あ、3回目、はい、やっぱり平日は人少ないんですけど、日曜日とかなると結構多くて。多いですか、はい。まあ、前回ね注文したんですけども、今回はですね、前回なかったこの鶏飯とだし巻き卵を注文してみました。もともとはあれですよね、なんかあの実家が居酒屋さんもやられて、そうですね。で、はい、まあ、一旦お店を閉めて、だし巻きもあれ中学校の頃から作ってたりしたんですけど、はい、もう何年もやってないとやっぱり慣れない、下手くそになこの鶏飯を作る理由っていうのは分かるんですか。今まで唐揚げとかナスの餃子とか作ってる中で。そうですね、うん、やっぱり唐揚げを使ってこのご飯ができるんで、どうしてもご飯が欲しいっていうお客さんがいるんで、それで鶏飯をしました。なるほど、がっつり食べたい方には、はい、おすすめと、はい、いうことですね。鶏飯ってあれでしたっけ、なんか岡山結構有名なんでしたっけ。なんか岡山だけみたいですね。ですよね、なんか聞いたことあって、はい、そういうことなんですね。焼肉のタレみたいな感じですか。そうです、そうです。おやば、いいですか、はい、ありがとうございます。
これがあの だし巻き卵と鶏めしです。しっかりごまが入ってて、なんかさっぱりして美味しいですね。うん、うまっ。うまい、うまい。で、こちらがね、だし巻き卵です。お、ふわっとしてます。いただきます。塩加減のいい、あのお酒が飲みたくなるようなこのだし巻き卵、この鶏飯ともね、なんか合う味でございます。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございました。前回は玉野市役所の前でした ね、はい、まだあちらの方でもやられて、もうあそこはもうあの終わっちゃったんですけど、はい、今はどんな感じなんですかね。もうなるべく玉野であの売れるとこを探して、あ、宮間公園の道の駅だったり。そうですね。じゃあ、まあ、詳しくはあのインスタグラム、はい、ということですよね。拝見してください。まあ、本当にあの駐車場もいい、多いし、はい、この、まあ、立地というかアクセスしやすい場所なので、はい、まあ、これからね、玉野、まあ、瀬戸内芸術祭ないですけど、まあ、はい、いろいろね、あの島国に回る前に寄っていただいたりとか、ね、はい、この森林公園、宮間公園か、はい、宮間公園ありますので、まあ、そのついでに、まあ、お弁当がてら、はい、買うのもいいのかなとは僕は思います、はい、もちろんここで購入してありますよね、食べるところでも、まあ、食べるところあります、はい、まあ、でも別に普通に駐車場、ね、車の中で食べるのも、はい、ありかなと。というわけで今日突然でしたけど、ありがとうございました。ありがとうございました、まあね、基本的には今日は鶏飯とだし巻き卵でございました。まあその他にもね、いろいろありますので、ぜひ行って来て注文してみてください。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。